はい、じゃあ大丈夫です。じゃあ営業台スタートボタン押してください。行きましょう、ワンピカはうちのチーム、4人チームとなっております、ジョニオジョニーアダムスレイヤー、ヨアナチップ、ゴドルフィンメンのチーム、先方ヨアナチップ、対する 2P 側、ロイソル中村ミリア、投げパーソンのチーム、先方中村ミリア、立ち合いからさあチップ対ミリア、早い、立ち合いからアルファ足払いからプリティメイズ中段ガード、さあ前に出て一旦離れてジャンプ系からサイレントボス、ロンギネスで画面端吹っ飛ばしてロッケーガード、ジャンプ系からジャンプ系届かない、ベータブレードアルファを 6P 潰していくジャンディ、さあ KS バースは青デッドアングル、これはジャンプ読みを読んで 2K 出し系ダウンを1で殺しきる、1本目中村ミリア P からサイレントフォース絡めて投げに行く、エース2杯ジャンハイジャンハイジャンプ2杯当たっている、ジャンハイプリティメイズ2杯で拾い出して、 S2 杯サイレント、すげえいてんだけど、ロケガード投げ返し、オキゼミ 6P からさて 2K 重ねて5パンで割れて K エース金エース2杯バースト、エンエス差し合いすら勝ったな中村ミリア、さて、うちのユニチーム、2人目ゴードルフィンメイ、ここ突破すされてお前も突破されたらもう俺はダメだ、うん、うちのチームの核、え？ちげえよちげえよ違うんだよ、メイミリア置き攻めで殺すか一発で殺すかの違い、5番からさあメイスタンプからレシーブ、まずはダメージを取ってガンガンと縦で押していく、レシーブローリングワンコン持っていくバスをジャンピング打っていく、2杯ジャンディが届かない、様子見からオーバーヘッドが飛ぶ、サイレントボスもガード間に合って2回目テイク出してもガード、レシーブで逆逃げて、さてお互い攻めの機会を疑う、足割れガード、ガードバランスが光っているが空中投げ、一旦離れてプリティメイズ置いといたがバスを NS 立ち合いから足払いが入らない、裏回りだったが学生 NS から PK テイクラッシュ、大木攻めギャランガード、ショックがしたジャンプ2杯キンス2杯すら、1本目中村ミリア、あごめんちょっとさて S ハイレーシブローリング助けからB 兄弟どちら勝ちましたか、はいありがとうございます、
ではですね、B 筐体、B 筐体呼び出していきます。お待たせいたしました。天雷テスター、ネンアクセル、ケースジャムのチーム、対するはボブクリフ、テレサジャム、トンニセジャスティスのチーム B 筐体です。さて、2B 側、中堅ロイソル、ジャンハからジャンピー、リボルバー、コーパン、ローカイスラー、タッチ系、キンバースを当てていく、2杯ガードから飛んだところは空中投げ、ボルカダイク、タッチハイスラーが当たらない、一旦拍手を張って待ち、これは6杯の好調が長い、前に出てガンフル固めて、これはガンフルに合わせる、ジャンディまで足払い、ボルカで、ボルカの無敵でイルカを避けていく、デッドアングル、裏のメイスタンプガード、足払い持続、ジャンペースからジャンハイ、6回ガード、体力リードはメイ、エンエスガンフレーム、コパンからしばらくダウン、リボルバーガード、コパンから飛ばない、ジャンプ B が引っかかって KD からバースト打てず、勝ったなロイソル。さて、ワンピー側、3人目ジョニオジョニー、ここがなくなったらもう終わり、ジョニーソル、まず離れる、走ってくるパスを、中距離遠距離スカウントから確かに追い返す、確かに確かに確かにスラバ取っていく、バーストガード、ワンコイン、タッチハイ、コインが入らない、これはコインが当たってタッチハイ上段、さてコインを維持しながらレベル3上段タイク、6ハイウンチョ殺していく、1本目ジョニオジョニー、禁煙スタイク、裏に回って禁煙室で落とす、上段ワンコインからジャンプハイスラッツ、繋がらない、上段は走って抜けてくる、ジャンピースカシ投げ、俗に言うロイ投げ、
タッチ系禁S リボルバー、もう一回2杯生クリーン、2杯バスを走って空中ヒット SFB クリーン、ジャンベス届かない、運長回していた、取り返すロイソル最初ラウンド、足回りからリボルバー飛び越してしまった、まずは中段ピストでダウンオーバー、助けから立ち合い差し返し、ブリンがカウンターしてる、ジャンフクリーンしない、ジャックからコパンはレバガチャが間に合っている、離れるジョニー迫ってくるソル、エンスからリボルバーカウンター前に出る、助け差し返し、KS から離れてタッチハイジャック、コッパン足払いで助け返して下段から KSS ハイ G 沿線が残りドットのソル、他者ガード投げているのはソル、さあキラージョーが引き逃げ、勝ったのはジョニオジョニー。スピガは対象投げファースト、3人目大対象ジョニーファースト、さあ中段ミストから3敗で立ち潰して6敗上段、ワンコインから金助でディバインブレード、さあ 6P 連打、沿線側ジャンプハイされ潰して、ここはバースト対応、裏かジャンドリキャンジャンプ系、いいケースかしめった、下げている毒はつかないが頂上ぶれ返して爆弾ガードして、円月残りドット投げている、1本目投げファースト P ハイ押さえつけてドリルから足払いで足払い中ミストでまずはダウンオーバー、上段チビロボかよいレスボスがサーチがついている、上段体育画面端6金出した5番、そしてタライをつなげるアドリブ、2K カウンター、これはつながらずメテオガードから6ドリケン系、これは補正切りは中段立っていた、 6K カウンター、上コインから 2K ガード、タライがカウンター、勝ったな投げファースト、先生がね、やってくれるんで。さっきね、俺が出るまでもないとね、熱く語ってくれたアダムさんならやってくれると信じて。はい、それでは参りましょう。バンダイですね、対象戦となります。投げファースト対アダムスレイヤー、さあまずはタッチ系で相手をおとなしくせ、刺さるが8ピンね、つながるんですね、これはダウンは取れている、画面端 2K からオフ攻め、愛を投げてスラッシュバック、さらに攻めるのは投げファースト、さあドリル、さあ画面端からのクロスワイズ、 K、 すごいですね、クロスワイズから直でジャンケーで拾っていく、できるかな、さあドリルで返して端にサイドを運んでいきます、そして奥攻めは、あ危ない、おおすかして下段からマイケ
ホルトを払うことによってスレイヤーの攻めをね、しのぎやすくなりますが、 B バンダイ勝ったチームはナッシュナッシュやべ、あはーい、どこはやったんだっけ。オッケー、4回目 B の4ですね。じゃあ B 番内では、負けトーナメントの、第2回戦、ホストジャスティスラスレイヤーラン…ん仕方ないな、まだ、負けトーナメントありますので頑張ってください。はい、ホスタージャスティスナスリーやランズアクセルチームが、B 番内でボブさんのチームと、試合です。で B 番内は、A 番内ですね、もう一つの、準決勝第2試合、トゥーリオイノコッキースレイヤーソダイホラーテスタメントチームとアインカイサトゥジョニーガクロボチームが A 番内です。こちら負けてしまった場合は敗者復活トーナメントの準決勝行きとなりますので頑張ってください。